皆さんこんにちは。今回の動画は履歴書の書き方についてです。履歴書は自己 PR のいわばパンフレットです。あなたにぜひ一度会ってみたいという書類でなければなりません。今からお伝えする注意点を押さえてご自身で履歴書を書いてみましょう。履歴書の項目の注意事項についてです。氏名は振り仮名とカタカナ表記であればカタカナで、振り仮名とひらがな表記であればひらがなで記入しましょう。バランスよく見やすいように丁寧に記入しましょう。住所、連絡先については都道府県から書き、省略せずに詳しく書きましょう。連絡先は日中連絡が取りやすい電話番号を記入しましょう。次に学歴、職歴についてです。学校名及び会社名は省略せずに正式名で記入しましょう。括弧株ではなく株式会社、高校ではなく高等学校と書きましょう。また社名変更があった場合、括弧前〇〇会社と記入しましょう。学歴は中学校卒業から記入しましょう。職歴は全てを書くのですが、学生時代のアルバイトは基本的に記入しません。ただし今回受ける会社と関連性があったりアピールにつながるようであれば記入しましょう。次は免許・資格の注意点です。免許・資格については取得した年代順に記入しましょう。免許・資格の名称及び主催会社・団体名も正式名で書きましょう。取得途中の資格についても学習中とアピールしましょう。次は志望動機・アピールポイントについてです。志望動機はなぜこの会社を選んだのか、この会社でなければいけない理由を熱意を持って自分の言葉で伝えましょう。今までの経験をもとに今後自分は希望する会社でどのように仕事で貢献していきたいのかといった内容でアピールしましょう。本人希望欄については空白及び特になしは避けて、自分にできること、やりたいことを明確にアピールしましょう。最後に確認です。1、分かりやすく丁寧に記入し、書き間違えたら新たに履歴書を書き直しましょう。2、履歴書はできるだけ空欄を作らず、全体的に埋めるようにしましょう。3、書き終わったらご自身で誤字・脱字がないか点検しましょう。4、志望動機及び自己アピールなどは相手の企業方針などに関連付けて記入しましょう。以上が履歴書の書き方の基本的な注意点です。志望する会社の情報をインターネットなどで事前に収集して、志望動機・自己 PR に活かしてください。長崎県内企業の情報は長崎県内就職応援サイト N ナビでも調べることが可能ですので、ぜひご利用ください。また長崎県内での就職を希望される方は長崎県人材活躍支援センターで履歴書や応募書類の書き方の添削指導を受けることもできますので、ご相談ください。それでは。